が低い位置に下がると攻撃が始まるのか。しかしこのままだとお前らは下に降りないぞ。あいつ助けにボートに降りない。早くも気づいたのか。私はグリーンデイの習性に。前に読んだことがある。ある種の壁はまず昆虫の体内に取り付き、その虫が低い位置に行った時増殖して殺すんだ。バッタガビとか冬虫夏草といったものは、これはそれらに類似している。自分の体より低い位置に移動すると反応して攻撃が始まるんだ。これはスタンドだと。何のためにこんな習性が。電波を広げるためだ。スタンドの射程距離を。カビが死んだ虫から生え広がるように、死体が死体をどんどん作り、移動して死んでもらった方がカビの射程距離はどこまでも広がる。そしてこいつはそれを望んでいる。スタンド能力はその本人の無意識の才能だから。